プレゼンがあるそれを動画にしたい、かなりしたいです、ね、本当にしたいです。僕のやってることと塗り替え道場を混ぜたいんです。すごい、2万円しますこれを買うとランウェイを歩ける権利がついてたんです。16枠まずお前買いました、はい、もう権利を買ったわけだ、権利、まあ、リリンちゃん、リオちゃん、リコちゃん、サボメラヤ社長歩きませんか。おお、いいね。誰で女性お疲れ様です。呼び出してすいません、ゴールデンウィークに。視聴者の皆さん、あ、まあ、まずちょっと僕から説明する、まあ、今日別の撮影があったのから、はい、ちょっとそれまたすごい面白いやつなんでね、はい、何年もいろいろ揉めたやつが今日来てる、まあ、そうですね。なんかプレゼンがあるそれを動画にしたい、まあ動画にしたいです、かなりしたいです、本当にしたいです。なんだ本当にしたいです。でも最初ちょっとさっき聞いたんですけど、プレゼンなんかちょっとチラッとね、がっつりは知らない、なんかちょっと、え、大丈夫っていう。いや、動画に撮る撮らんはまあなんか、まあ社長からしたら多分別にどうでもいいって感じ、俺関係ねえみたいな感じになっちゃうんじゃないかなって。関係ないってならないように僕は混ぜたいんです。僕のやってることと塗り替え道場を混ぜたいんです。そこまでのプレゼンを聞いてないの、妙は。それをやりたいですよ。何担当局のように言うと、もう興奮してるから、もう本当にもう今日届いちゃったんですよ。びっくりしたことに。何が届いた？それ写していいですか？これ写していい？もうすごいギャルだね。2万円しました。2万円、この写真パネルで2万円だ。誰誰なの？これうちの一番売れてるライバーさんです。ライバー、はい、あー、でこいつが、まあ、主者の人が分からんからあれだけど、あのセカンドっていう名前のライバー事務所をやってるな、はい、で、あの17とか TikTok とかのライバーを育てとるんだけど、はい、でこれが何の、この子がほんでお前が買ったのね。いや、これはファンの方が100万円分作ってくれたの、ファンの人が、まあ、ファンの人が買ったっていうことでなんですけど、2万円で買ったんだ。なぜそれを買ったかというと、猛烈なファンだと思わない、芸能人でもないんで。届いた100万円分買った人が、まあ、妻子持ちか何かの理由で自分のところには届かないと。こんだけ同じの50枚買ったんで。50枚買ったの？はい、1人の人が、1人の人が。なんでうちの事務所に今送ってきてるんです。ちょっと待って、1枚でもなんでどこに必要ってなるようなやつを50枚部屋にボーンって貼るってこと？これが、そうです、そうです、ほんまそういうこと。だから猛烈なファンってことで、その人が。そう、でもいらんって言って、こっちに送ってきたんでしょ。いらんじゃないか。物はいらないです。応援の、あ、そういうこと。AKB の総選挙で CD 売るとチケットがもらえるみたいな。あれで、これを買うと、うん、ランウェイを歩ける権利がついてたんです。ランウェイ？で、このファッションショーのランウェイ。このこと？このことあるの？いや、この子が。この子が。説明が悪いね、うん、俺ら上手に導いてるけど、うん、ファッションショーの一枠でこの子が歩ける。それどういうイベントの？ファッション名古屋ファッションフェスタ。それと50枚買った理由はどういうつながりがあるんですか？50票やって歩ける。あ、一番票が入ったら歩けるんだ。そう、あ、そこを説明してくださいよ。なんか全然伝わらなかった。ほんでそういうこと。ほんでその人が50枚買ってくれたから、はい、その人はこの女の子は歩けるな。何ちゃんなの？これラムニャンちゃん。ラムニャン、はい、ラムニャンちゃん。だからいつもなんか本当に思うんですけど、安井さんが電話してるっていう子で、うん、誰々ちゃん何々ちゃんっていう名前が出てくるんだけど、うん、すごい癖強い名前の子ばっかで覚えれるような子が多いね。はい、いや、それはまだマシな方だよ。なんかまだなんかいそうな名前なんだけど、本当にえみたいな名前の子多いから。何それみたいな。そう、癖強い。はい、興奮しすぎだよ。何どういうこと？で、ここまでは全然読めんまで。ここまでは君はもうここまでしか聞いてない。これが何なのか。あの、事後報告っていうか、うちは全然関係ない。僕も全然関係ない。お茶から使ってないでしょ。はい、全然関係ないんです。金額だけ P、 金額だけ P、 16枠まずお前買いました、はい、もう権利を買ったわけだ、権利。最初にこれ言ったらいくらとかじゃなくて、ファッションショー歩ける権利を、もう権利を買ったわけ、はい、それでお前が何かビジネスをするんだろうけど、はい、そのうちの8枠はもう知り合いに売ったわけだ。そうです。
で残り8割があるわけだ、はい、でそれを何、うん、俺に何をプレゼンしたい、それを宇宙のライバーさんと、うん、まあリリーちゃん、ニオちゃん、うん、ペコちゃん、うん、写真打ったらどうかな、あのしかもそれを勝手にミオちゃんの2万円で売りますとか言ってきたら著作権で売ったようかなと思って、いや2万円でランウェイ歩けるんやで、別にそれ上位8位になったらそれがねモデルになりたいとか、うん、そういう夢がみんなも前に出たいとかそういう夢がある人だったら嬉しいかもしれんけど、うん、前に出たくない人間だって言ってる人に、あの歩けるんやでって言われても、うん、あそうですかしかならないし、うん、そうライバーでだってそれが夢でやっとる子たちがせっかくおるんだったら儲かる儲かるんですし、その子たち夢与えた方がいいんじゃないの、もちろん競う相手としていっぱいおった方が盛り上がるんで、あ その8人の中の勝ち抜き戦の中に選手をミオとかリコちゃんも入れてくださいと、そうです、これじゃダメなの、いや別の部門もあるんでいっぱい部門作ってます、それ女の人しかダメなんですか、女性限定、ね、18歳以上だって塗り替え道場どっちかって足場班のが売れとる方だから、ミオとかじゃなくて足場班のがいいんじゃないと思ったけど、まあ、ペコちゃんリリーちゃんはまあ出てるからあれだけど、そうか、それプラスそのわかんないけど、その YouTube の俺らを応援してくれてる人ってミオのこの写真いらないですかっていうのは違うじゃん、そこまでの猛烈のファンだったらあれだけど、多分そこまでの猛烈のファンって、そのだってこれがじゃあミオが大好きな人のやつで買いますかってちょっと一歩悩む、うん、でもライブってのはもう違うじゃん、一緒になんか作り上げてるだろ、サプライバーライブ配信って俺もあんまりちょっと詳しくないんだけど、はい、だってキャバクラに行くみたいなもん、そうです、オンラインキャバクラって多分違うじゃん、俺らが楽しんどるそのあれを見たいっていう人たちと、はい、キャバクラみたいにコミュニケーションしちゃうでしょ、画面越しのキャバクラみたいなね、うん、みたいな感じだからそれが成り立つんじゃないの、1000円からあります。1000円、3000円、5000円。そうなんです。パズルバージョンもありますし、これが最上級に。だけどなんかそれを別になんか芸能人とかじゃないミオがそれをなんか作ったところで、じゃあ買ってくれる人もあれだけど、こっちもなんかちょっと気まずだよね。ミオちゃんやれよ。いらない。ミオちゃん。しかもミオ今から休み入るって言ったらなんかランウェイのためにダイエットとか頑張らなきゃいけない。3つの役今回用意しようぞ。3つの役、はい。1個は出演以来、もうこれ折れたと思います。もうミオちゃん、ペコちゃん、リリーちゃんの出演以来。これ1本です、はい、うん、1本目は俺にじゃなくて本人に取ってくれません、まずここ関係ないから別に別にマネージャーでも何でもないから確かになんで違う人に言うんですか、そんな何でもいいわってなったらうちら勝手に出されるやおかしくないですか、それ俺に許可取るもんじゃないですか、本人に言うことで1本で折れた、1本で折れました、2本目 YouTube 撮影許可もらいました、現地入れます、あファッションショー、すごいね、それはすごい裏も表も入ります、入っていいんだ、はい、で宣伝し、逆に宣伝します、おお、なるほど、これも東京、東京、東京ファッションです、それは折れてないんじゃないですか、去年折れてない、折れてない、まあ、まあ、折れかけとるけどね、別に、まあ、半々って感じで、まあ、悪くもないみたいな、去年有名なとこ言うたらゆきぽよちゃん、おお、佐藤岡代ちゃん、おお、ちょっと持ってきた持ってきた、ジョジョ園の会長とか、おお、ジョジョ園の会長こんなの、はい、とか協賛で入ってます。去年の実績としてはもういい、ね、これちょっと乗ってきたぞ、はい、7ぐらい乗ってきた、7ぐらい、3本目だよ、社長歩きませんか、おおいいね、だって女性限定って言ったら男性ですよ、もう主催の許可ほぼほぼ下りてる、え、じゃあ足場班でもいいじゃないですか、足場班みんなで歩きたい、一緒に、社長一人だと多分恥ずかしいから嫌だとか言いますよ、あそれきついっすよ、なんでもう時間こます、もう秒単位で決められてて、変えたのが16人16分なんです、だけどその同時にバーッといってなんかおまけみたいなもんだよ、ちょっとそれ考えよう、まだね、でそこはもう3本ね、もう一応折れてはない、折れてはない、ちょっと待ってください、3本中1本も折れとるんですよ、2本しか売っちゃってない別に2本もとセットみたいなもん、でもこの2本も1個もなんか 0.5 ぐらいしかまだ乗ってないですからね、その1人で歩くっていうのはちょっとって感じじゃないですか、ちょっと恥ずかしいかな、なんか あみたいな感じになったらさ、でショーとかだったらいいじゃん、イケメンだしスタイル、だからそれをさ足場班でさ、そのなんか代表的な3人とかだけでもいいじゃないですか、そうそう、ランウェイじゃなくてみるよ、なんかそのコマの中にバーンって入れたら面白いよね、16人以上は絶対服屋さんといてくれて、もう限界やと、
あ、その中で8人の中に俺が入るってこと？もう一つの社長の。あ、そういうこと。もう7人の枠を事務所に競おうかな。じゃあもう8人何名出たい人アンケートを取ったんですけど、うん、大方15人ぐらいしかいないんです。出たい人事務所が事務所内でお前とか事務所内で、はい、何名やりきたいっていう子は、はい、15人でも15人もいたらもう8人しか入ってれないんだから、そこで接戦なんじゃないですか。簡単に夢叶えたらないもんだろう頑張ってもらう。じゃあだけどなんか別になんか別にそこまでやりたいって言ってないミオがもしそれじゃあやりますって言ったらその子たちが超かわいそうですよ。そこで無理やりミオに説得したところでその15人に失礼だしね。売れたらいいな。俺も美味しい。会社として僕は盛り上がる。別にミオ何も美味しくないよね。全般いやじゃない。全般しかもあのこんななんか自撮りしなきゃいけないってことでしょ。まあ、これぐらいの写真がやったら俺加工でなんとか作れるもんお前。じゃミオの加工でもここぐらいまでいけるかもしれない。加工もミオのやつ高校生じゃ変わらないからもう別人にはなれる自信はあるけどこんな自撮り撮ることないからミオ。ちょっとそこも保留。一回ちょっとミオ。まあでも。じゃでもミオ。なるならミオだな。ちょっと待って、僕は何月だ、ちなみに11月ほぼ確定。出産した後か、ダイエットにしこい時やらんといかないですよね、それに会場が。だけどそういうんですよ、あれでしょ、あの水着とかそういうのじゃないでしょ。じゃないです、カジュアルブランドか、何でもいいの、好きなブランド着て。いや、もうあの衣装代も込みで買いました。衣装も入っとるの？衣装、あのあれ髪の毛、髪の毛のセットやってるの？あの、つけてもらいました、無理言って。あんで、じゃあ服とかも向こうで向こうして、あ、でも男なんか着るもん。9月末にどういう方が出ますっていうデータを渡したら全部用意してくる。あ、そうなの。2ヶ月前にそれはそれで向こうはお金もらうんだ。これそうそうそう、協賛で先ほどとかあったらいいよね、俺だったら1ヶ月とかね。まあちょっと面白い先ほどメーカーてか衣装代いらんじゃん、自分ありますって言ってそれじゃないよ、衣装代とあれだろ、向こうがこれを着てくださいってなる。あ、ほんまや。だけど逆に宣伝してほしい、業者さんも来るから。そうそう、逆に買い取って向こうボタンの人を売って、でお前が本当に妊婦だったら妊婦服の。あ、そうです、そうです。別になんかミオ出る前提で喋るのやめてもらっていいですか、ね、本当にあの、まあ、じゃあちょっとみんなもう下も待っとるで、はい、まあじゃあちょっとすいません、動画になったかな、これなったっちゃなったし、まあじゃあ逆に視聴者に聞こう、これ何このコメント欄で、うん、ミオに出てほしいとかペコちゃんに出てほしいとか、ペコちゃんリリちゃんに出てくれんのリリちゃんやか、うん、あ、それ票取ろうか、あ、アンケート機能あるで、アンケートつけましょう、はい、一応まあまあちょっとあのその票によって俺も考えるわ、はい、で俺が一生懸命口説くわ、もし俺が決めたら、はい、分かりました、頼んで出てくれと。もう一度俺たちは母ちゃんっていうのもあるよ、はいあ、じゃあなんかさちょっとアンケート機能についてると思いますので、この動画に、はい、まあ、右上側から作るから、まあ、ついてなかったらコメントで、ぜひ投稿してください、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします、じゃあチャンネル登録、まあ、もうすぐ20万人、はい、リオももう1回、もう1週間後にはいないです、私1年ぐらいは、はい、1年ぐらいなくなりますので、はい、お前が来た時に新しいカメラを持ってきて、そうですね、そしたらクビになってるかもしれない。いやいや、タレント枠残ってますよ、あんまりこいつは甘やかしたら調子どころやな。タレント枠私別に良くないからね、別にそんな前に出たくないって言ってるから毎回はい、じゃあ皆さんチャンネル登録ぜひ20万人超え、もう間違いないのでぜひ登録してください、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。せーの、また見てね。これを見に行ってね、何でやったのか、これエブリーライブです。 TikTok とレムニャンちゃん、レムニャンちゃん、あ、ラムニャンちゃん、毎日日刊載ってる、リンク貼っとこうか、はい、お願いします、はい、はい。